この先2キロ、おお、2キロ前来た。そして急に雨が強くなってきた。大丈夫か。もう雪の地ですね。物流倉庫とかが多いのか。港もありましたかね。絹田トンネルは ETC は、利用できません。現金のみか。はいはいはい、了解です。現金準備よし。出た、鬼怒川トンネルは右折ですね。さあ、やっとこさ本編戻ってきましたよ。何時間ぶり、3時間ぶり。あー、近っ、こんな広いんだ。びっくりした、急に4車線まで膨れ上がるんですね。さあ、待って。さあ、話題出てきました。これが、鬼怒川トンネルですね。トンネルのキックボードは、ダメですよ、っていうことですね。ちなみに一応なんか歩道もあるって聞いたんですけど、どこにあるんだろう。見当たらないしみたいな。さあ、関係トンネル入った。信号よし。なんかいいと思ってますけど、これ、本当に、横は歩道ないよな。どこにあるの、歩道って。トンネル自体はそんなに長いわけでもない、ね、トンネルですけど、もう先が見えてきてるから、これのあるなしにすごく大きいですかね。これが海底のところ通ってるんで。これの存在はでかいですね。よいしょ。で、だから2車線だったんだ。
タンスもいいか。はい、すいません。210円ですね。はい、じゃあこれでお願いします。ありがとうございます。久しぶりに意外といいですね、こういうローカルな感じですもんね。横に側道があって、そっちの方から歩道もあるのかな。まあでもちょっと、そして夜にはちょっと歩きじゃ来たくない感じの感じですよね。一回散歩でやろうと思ったら2時間はかかないといけないか。これだけで散髪のやつにしてしまったことがいいかもしれませんね。で、わざわざスキップしてきた。ちなみに山田さんはないですね。今考えてるのは、半田に確か改革クラブがあったんですよね。ありっちゃありやな。びっくりっちやろ。これはまっすぐ行くと、半田インターで、半田有料道路ですね。半田、さっき通ってきたところの方に違いますね。これまっすぐ行ったら名古屋方面には来るはずなんで、まあ、まっすぐ、ぼちぼち、ギラギラと、行こうかなと。さっき行ったところもう一回ね、行くのもあれですしね。よいしょ。本来だったらこの道に出てくるぐらいの段取りだったんですけどね、全然違うところに行きましたね。どこで間違えたんだろうな。